御所根本ということで、11月に学会版の御所全集、まあこれも8000円するんですけど、それを発刊してるんですけど、そこには、例えば階段のご本尊様のこととか、いろいろ載ってると思うんですけど、どういうふうに説明してるのかなってすごい気になってしまうんですけどね。読んでないからちょっとわかんないんですけど。僕もね、一回語ろうと思ってるんですけどね、何を削って、どの御所を削って、何をまた、もし付け加えるものがあるとしたら何を付け加えたのか見てみたいんだけど、参考資料としてね。削ったものってあるんですかね。あると思うんですよ。例えば、都合悪いものってあると思うんですよね。そうそう。で、相当削ると僕は思ってたの。そしたらね、思ったほど削ってないんですよ。お持ちなんですか、今。いやいや、情報がチラチラと入ってくるから、現物はね、まだ手に入れてないんだけど、そんなにね、こっちが想定したほど削ってなかったなっていうのはびっくりしたのね。ただ、やっぱりその出家功徳御所とか、要は、ご尊師が大切ですよ、なんてところはもうザックザック切ってるみたいですね。そりゃそうですよね。ご僧侶が大切だよって、そのものズバリ書いてある御所なんかはもう絶対困るというところだからね、彼らは。ただ、階段のご本尊に関して言うとね、そもそもがさ、秘仏ですから、大聖人のご在世当時、日光聖人の時代っていうのは、階段のご本尊様は、まあ、よっぽどの方じゃないと、それは伝えてはいかんっていう。まだ、世の中が落ち着いてないからね。だから、階段のご本尊様に何かあったら大変なことだっていうことで、日すべしだったんですね。なので、御所的にはね、そのものズバリっていう御所は、もともと具体的に載ってるとない、ころはなないんんでですかよ。ね。そもそもない。なので、まあそこはね、結局、送電仏教だから、仏教ってそもそも送電だからさ、送電によって、御所に大聖人の教えが全部載ってると思うことが大間違いで、ほとんどが送電で伝わってきたのがほとんどで、その中でも、在家信徒とか、表に出していいような、そういう法門は文書にして残って、まあ、お手紙ですからね、残ってるけども、本来は、本当言うと、送電なんだよね。その中の最たるものが、本門階段の大御本尊、弘安2年10月12日の御図鑑の本門階段の大御本尊こそ、もう究極の秘仏中の秘仏。もう奥義と言ったらこれほど奥義はない。秘伝って言ったらこれほど秘伝ではないっていうご本尊様だからね。だから、上古の文献には、ほとんどない、載ってないんですよ。でも、だんだん国が安定してきて、日蓮宗主の信徒も増えてきて、で、こういう尊い究極のご本尊があるんだよってことを、徐々にこう開示していい時代がなってきたから、だんだん、他門でも、弘安2年のご本尊が、どうも大石寺にはそういう秘仏があるらしいっていうのが、だんだん伝わっていったんでね。で、戦後、まあ国が一応安定したわけだ。戦争に負けて、で、もう、軍部も、横暴もできなくなったと。まあ、時をあたかもそこに戸田会長が出現して、まあ、牧口さんから始まったけどさ、まあ、実質は戸田会長ですよ。戸田会長が、まさにその軍部の、圧力によって日蓮宗主が直ちに断罪されるような、あるいは階段大御本尊様やそういう一切の宝物が奪い取られるような、そういう時代がもう終わったと。いう時にやっぱり学会が出てきて、で、階段の大御本尊様がすごいんだってことを表に立てていったわけですね。この功績は甚大ですよ、やっぱりね。戸田会長の戦後の、真面目だった、正しかった時代の日蓮宗主創価学会時代っていうのは、これの功徳は永劫にね、称えられるべきことだと思うんですよ。ただ、ね、やっぱり残念なことに、その継ぐものが、本当にその後を継ぐものが出なかったっていう。またその、やっぱり在家主体でやるってことがやっぱりいかんかったってことなんだよね。歴史の反省です私がよ。思うんですけど、本部職員っていうのが良くないんじゃないのかなと思うんですよね。その在家の中に、そこから収入を得る、生活の糧にするものと、それに、寄付とか、お金を払うものと、俗の中にその2種類ができてるから、
組織の論理が働いてしまって、うん、幹部の方にですね、組織の維持拡大、自分たちの地位のためにいろいろあのその時々によって教えを変えていかなければいけなく、解釈を変えていかなければいけなくなってしまっているような姿が本当に良くないと思って、戸田先生、あ、池田先生が戸田先生にしたことを今池田先生があの全然判断能力がないような状態、ただ生きてるだけのような状態だと私は思ってるんですけど、うん、今の執行部、まあ、原田会長とかに同じことをされてるんだろうなっていうふうに思いますね。うん、本当ですね。本当におっしゃる通りで、まあ、実に聡明な、あの、方ですよね、ご主人様ね。非常にこの、論理的にね。ありがとうございます。